石庭での戦いに勝利し、孫悟は曹操の戦力を大幅にそぎ取ることに成功した。しかし奇策が通用するのは一度きり。この先は孫悟の知勇の髄をもって正面から天下を勝ち取らなければならない。孫権は天魂一擲、全軍を合肥新城へと進軍させた。これこそが最終決戦。その先の未来をつかむため赤き虎たちが吠える。今や孫悟の部の中心となった関寧も最後の大舞台を前に気合を入れていた。兄貴、武器だの兵糧はあらかた積んだぜ。あとはどうする？おう、十分だ。余計なもんは積むなよ。船が重くなっちまう。おめえら、死んだ奴らや仲間、家族、女への思い、全部てめえん中に突っ込め。それは重しじゃあねえ。おめえらの根性をぶっとくする気合だ。よっしゃ、気合入ったか。行くぜ。観光派、最後の大暴れよ。
りたようだな。戦場の輩に負けはせよ。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。中央には罠がある。無理に進むな。左右から回り込み、奥へと進撃せよ。伝令、西より敵軍の増援が接近中。まもなくこの戦場に到達します。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。ゴリとはヒップの言うか丈夫の言うか、このわしが確かめてくれる。えい、敵は増援を呼んで陣を厚くしたか。ひるむな、全力で打ち破り城を攻略せよ。敵に勢いがあるな。者ども、奮戦せよ。出過ぎたようだな。戦場の輩に負けはせん。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。敵将仕留めたぜ。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。
までも敵は知らせんよ。さあ一気に攻め込みましょう。ソーレ伝令、東より敵軍の増援が接近中。まもなくこの戦場に到着する模様。血がたぎってきたぜ。よっしゃ敵将仕留めたぜ。おいら、まだ死にたくねえだよ。よっしゃ敵将血がたぎってきたぜ。仕留めたぜ。超軍軍のお相手しよう。よし、私もできないんだから。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。父、遅れて申し訳ない。私がいれば反撃もできましょう。号令を。士官の軍であれば戦局は覆せ。援軍、反撃を開始せよ。この拠点いただきだぜ。死力で跳ね返す。相変わらず無責任な奴だな。
あんたは。平和な天下でのんびりってのは俺の性に合わねえからな。俺の家財だの褒美だのは全部うちの奴らに分けてやってくれ。じゃあな。面白かったぜ。おめえら、俺らが欲しいのは財産なんかじゃねえ。たぎるような毎日ですぜ。兄貴と同じでさ。若野郎どもが。しゃあねえ。じゃあ適当に船でも見つけて出かけるか。